今日の日付は1月16日2018年です。今日のお題目は、古代エジプトのグレートエナドという、9つのと9人ということは変ですね。9つの、デイティーですか、神様ですよね。がいるんですが、その中でも、前が知られているのは、オシリス様ですね。とにかく、とりあえず、昨年やったアイシスの続きのようなものですが、で、オシリスに挑戦してみたいと思います。どういうことになるかよくわかりませんが、異星人様ヒーリングとそんなに変わらないと思います。もしかしたらもっとちょっと別なものが出てくるかもしれませんが、やってみないとわかりません。ということで、まずは、姿勢はまっすぐに、背骨は伸ばし、垂直に、で、肩の力は落とし、で、特に、ちょっと待ってくださいね。はい。特に首の周辺ですね。鎖骨の十字のところ、首筋、首上部と頭蓋のところを可能な限り、緩めのまっすぐにしの。で、姿勢は時々チェックしてくださいと。反応ですが、いつものように可能な限りスルーして、自分を、意識を遠くにどん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 上げていって、長官で、バードビューで自分の体幹を観察し続ける、眺め続ける。そこでも反応しないと。で、気持ち悪い反応の場合は入っていっても構いませんが、辛くなる場合は、徹底的にスルーした方がいいです。そこに入っていって吟味する必要は全くないです。ちょっと待ってください。ちょっと波動を上げますね。腹部の方で冷たい感じとか出てくるかもしれませんが、気にせずにクリアリングが起きてるだけなので、ちょっと待ってください。ボディは可能な限りまっすぐに、縦に垂直に、横から見た時に垂直に。で、腰背面とかでも反応が始まるかもしれませんが、意識を通すだけで構いません。そこがぐっと反応が出てきたところは、どん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 緩める、手放すと。上腕、左とか右、股関節とかでも冷たい感覚が出てくるかもしれないです。まだこれ、下地の段階ですよね。今から多分下地というか、ファンデーションをやるから始まりの、人によっては右の、頭の上の方とか、ずーっと重たくなる感じが始まるかもしれないです。で、足が、太ももがだるくなったりするかもしれませんが、とにかくもう反応が起き始めたら、もうどん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 緩めると。そこで緊張を維持せずに、もう反応イコール緊張しているところなので、とにかく緩めの、呼吸をゆっくりしの、ちょっと頭ぐっと痛くなる方いるかもしれないですけど、可能な限り気にせずに手放しの。首筋上部から頭の中心の中側ですね、軸の部分ですね。だから、中枢神経から脳幹、中脳、視床の周辺とか、その辺とか、なんとなくぐーっと
違和感を感じ始めるかもしれませんが、気にせずに、まだクリアリングは続くようですね。左の鎖骨の内側と喉側とかでも反応が起きるかもしれません。ごめんなさいね。反応が出る場合、しゃっくりが出るとか、ひゃっくりが出るとか、咳が出るとか、くしゃみが出るとか、透明な意で、もうガン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 出しちゃってもいいです。鎖骨の左側、首筋で違和感を持っているところかもしれない。もしくは右の腰、背面のところでもぐーっと出てくるかもしれません。気にせずに、そのまま。あとは左の肩関節の周辺とかでも起きるかもしれません。とにかく気にせず、そのまま言う。ゆっくり呼吸をし、ちょっと頭がぐーっとな締めるような感じがする方も気にせずに、とにかくこう人によってはこうぐーっと強制されるような感覚が起きるかもしれないですね。とにかく気にせずに緩め、なんか反応が起きたらもう緩める、反応が強くなったら緩める、呼吸をしながら緩めると、もうそれだけを繰り返していたらいい。ちょっと待ってください。横隔膜の周辺から上の上は、ちょっと頭がぐらっとする方いるかもしれないですね。とにかくもう反応は何度にも気にせずに、可能な限りまっすぐに座ったまま、でも手放し続け、反応が起きたら手放し続け、気にせずに、ちょっと待ってくださいね。ちょっと結構持ったらきついですね、これね。背中、背面、ハート4番の背面とかでも反応起きるかもしれないか、冷たいんだか熱いんだかわかんない。ちょっと低温やけど的な感じが起きるかもしれませんが、気にせず。ですね、体の左半分は、わかりました。前から見て、右と左にきれいに分けて、左側の中心側、だから 背骨の左半分ぐらいが、金色っていうよりは、ブロンズみたいな、ゴールドブロンズみたいな、色が入ってきます。で、いや、なんとなくブロンズっぽいゴールドを背骨の左半分に何だか通してプロジェクションを投射して、でしばらくそれでまっすぐにしたまま、とにかく反応が起きたら話いいの、はい、喉の上の方ですね、意外が感とか出てくるかもしれませんが、もう気にしない、でブロンズのゴールドブロンズがゆっくりゆっくり明るくなりの、金色になりの、ホワイトゴールドになりの的な感じで、とにかく背骨の左側、はい、どん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 ホワイトゴールドになっていきます的にイメージをしていてください。で股関節の左側で、股関節大腿骨の上の方を的にゆっくりこう下に伸びていきます、ね、で鎖骨、左鎖骨の喉側から肩の方にゆっくり伸びていくみたいな、
右側の肝臓の後ろ側とかでポコポコ動いてたりするかもしれませんが、とにかく何でも言います。反応が起きるところはもう緩める。右の肩が一時的にぐっと硬くなる、もしくは痛くなるっていうか、何て言うんだろう、筋肉痛的なのが出てきちゃったりするかもしれないから、筋肉しいな。右半分、胴体の右半分、特に右肩の上の方ですね。耳と肩の上の耳の横の空間的なところに、はい、ちょっと気持ち濃いエメラルドグリーンのエネルギーが入ってきます、的にイメージしておる。で、今度は右半身が光りますと、ちょっと緑っぽく光りますと、で、右半分の背骨の側ですよね。背骨の右半分はなんとなくホワイトゴールド的に光りますと。また頭の上から足の先まで、はい、右半身が緑色にどんどん変わりますと。人によってはハートのところって冷たい環境で出てくるかもしれませんが、気にせず、もうそのまま、はい、どんどん反応を確認しの、認識しの、手放しの。右の親指とかでも反応出るかもしれません。第三の目のところですね。周辺でももぞもぞ感とかずっと圧迫感とか出てくるかもしれませんが、気にせずに、まあ、そのままほどき続けの、反応を確認し続けの、はい、腰の後ろ側、仙骨のところでも反応とか出てくるかもしれませんが、はい、可能な限りまっすぐ。で、胸の辺で苦しい方は、胸骨、胸の方ですね、可能かに伸ばしの、ちょっと開き目で、スーパーヒーローポーズぐらいでちょうどいいかもしれないですね。ちょっと胸を開きの、鳩胸ちょっと目指しの、で、背中側はちょっと後ろ側に押し出しので、そのまままっすぐに保ったまま、これは、立っても構わないって言ってる、立ちたい方は立ってもいいでしょう。座っててもいいと思いますが、ロータスポジションでもいいんですけど、ロータスポジションの場合は、よっぽど慣れてないと足痛くなるので、背骨、まあ、上から下までまっすぐと。体をまっすぐに、背骨をまっすぐしたときに、丸太状態にガーッとなっている方は、もうそのまま丸太状態がどんどん強くなるところを探して、その丸太状態の中にずっと居続けるようにしてくださいと。左耳の中でも跳ねてるかもしれません。
体の周りがこう揺らぐような感じがするかもしれませんが、まあ、気にせずに、またこう、まあ、自発動的にボディをこう、手放したときにボディがこう揺れる感じだと動くか、揺らぐ感じがするかもしれませんけど、気にせずに。鎖骨右側、左肩、右の鎖骨の片側、内側っていうんですかね。例えばもう肩の首筋、十字セクションです。鎖骨と肩並びの十字セクションのところが可能な限りほど緩める。背中の背骨ですね、胸椎のところちょっと動かしてみて、どこが硬くなっているのか、ちょっと右にやったら左にやったらちょっと動かしてみて、反応を確認しので、反応するところを意識を通して、はい、ここに反、ここまだ硬いです、どんどん抜くところにエネルギーを通してくださいと。で、左の臀部、のところですね、仙骨の左側のところで、で、腰の方もちょっと動かしてみて、はい、反応するとこ痛いとか硬いとか突きつぶとかあるかもしれませんが、はい、そこに意識通して、はい、そこにもどん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 流してください。人によっては尾骨左側先端側とかでも反応が起きるかもしれませんね。今首筋上部、後ろ、うなじの上、右側、右後頭部の下のところとかでも反応するかもしれませんが、気にせず。なんかもう緩め続ける。顎は下がらないように、やや上に。頭の上半分がぐーっとなんとか薄積した感じになっているのも気にせずに、もうエネルギーが通っていくときに、だいたいぐーっと締まるような感じがするので、その先にどん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 いろんなものが出ていくは、動いていくはずなので、気にしない。で、胸は、ちょっと、鳩の胸状態、スーパーマン状態でいいよ、ちょっと、あんまり広げすぎる必要ないと思うけど、なんか胸は開いた状態で、お腹、下腹はぐっと引っ込め、尾骨のところで反応がちょっと痛い感じに出てくる方は、はい、もっとも気にせずに、はい、どんどん掃除してください。右首筋でなんとなく違和感を感じる方は、はい、その意識を通し、今この状態ですと、はい、どん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 エネルギーを通してくださいと。頭の中心の真ん中のでぐーっと重たくなる感じ、もしくはなんかこうずずずっと動くような感じがする方は、まあ、とにかくもう気にせずに、はい、もうそこ手放しの認識しの、はい、どん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 動かしてくださいと、軽くしてくださいと。
喉のイガイガとか、あとのちょっと前側上の方でなんとなく、ちょっとなんとなくこう重たい感じ、もしくはなんかそこがこう、なんていうんですかね、何かがある感じ、形を感じることは、もともも、どんどんエネルギー通してください。どんどん軽くしてください。細かくしてください。横隔膜のやや左側、脾臓のところですね。ここでもぐーっと変化が入るかどうかもしれませんが、もう気にせずに、そこも単純にリアクションを起こしてるだけなんで、リアクションが起きてるところを、どんどんエネルギー通してください、整えてくださいと。腰背面、またゆっくりゆっくりと歩くなったりするかもしれませんが、もう認識するだけ、なり始めたらもう歩道筋の、形をスキャンシーンの、今こういう状態です、どん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 作り変えてください、エネルギー通してください。腰の周辺、腰椎のところですね。ちょっと動かしてみて、違和感を感じる方、だんだん硬い棒になってる感じがする方は、だーっと意識を通してスキャンシーンの、今この形でこういう方、硬くなってます、的なところを把握し、で、どんどん手放しの、そこにどんどんエネルギーいって、どんどん柔らかくしてくださいと。ほぐしてくださいと。首のところ、でも背骨からもちょっと、背骨沿いにちょっと動かしてみて、硬いところを確認し、の、ちょっと回してみ、の、横にしてみ、の、前にしてみ、の、ねじってみ、の、形をどん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 ちょっと確認し、で、その、把握した形の反応のところですね、やばいところ、笑ったところはいいんです。反応が出てくるところ、痛いとか、硬い、いびつとか、そういうところ、そこにどん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 エネルギーいきましょうと。
はい、また頭の中でぐーっと痛い感じがするかもしれませんが、気にしない。頭の上、100円の前側ですね、ぐーっと、もう重たいんじゃないですか、なんかこう、表現しにくい感じですね。始まっても気にしない。はい、左の顎関節、ここでも反応で始めるかもしれませんが、あと左の足首、これも反応で。重たくだるくなる感じ。だいたいだるくなるときは、そこがこう、ほどける。ほどける前っていうか、筋肉痛的な感じ。肉離れ的なに近い。はい、もう呼吸は忘れずにゆっくりと。はい、脱力し続けの。はい、背骨の硬いところを確認し、同じ姿勢でいると分かんなくなっちゃうんで、時々動かし、人によっては動かした時にパキンとかポキンとかって音がするかもしれませんが、気にしない。下腹のとこまだやってますね。はい、下腹のところ冷たいのところバーッと意識を通して確認し、はい、どん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 クリアリングしてください、クリアリングしてくださいと。鼻の上の内側ですね、なんかぐーっと反応で、鼻が一時的にこう重たくなるとか、ぐーっとする感じがしても、そういう時はもう鼻は、顎はやや上向きに、まっすぐ自分で上向きと思ってもない場合があるので、もうかなり上に向けといた方がいいと思います。そしたら詰まってるもの、滞ってるのが下に降りてきやすくなるように、はい、顎は平行よりも、もうかなり意識的に上向き。はい、頭の中の鼻の周辺で、とどまってるの、どんどん降りてきなさいと。あと頭の中ビューッとしてますが。股関節、左側でもクリアリング冷たい感じが始まる。
頭の周辺のぐーっと重たいのも気にせず、はい、もう鼻、もうかせーの、緩めーの、はい、真ん中、縦軸真ん中、意識しーの。頭の中もまっすぐ縦に並びますと。横から見てもまっすぐに、前から見てもまっすぐに、上から見たら中心に。と頭が自動的に動くような感じがしませんが、もう抵抗せずに任せちゃう。はい、もう自動的にどんどん自動調節してください。はい、腕とかがピクピクとかしがついても気にせずに。頭のところまだ違和感あると思いますが、もうそのまま気にせずに、背中のところで気持ちよくなり始めている方は、神経痛とかのところが冷たくなるかもしれないですね。リウマチとか。もう気にせずに、冷たくなっているところは、はい、どん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 エネルギーいきなさいと。はい、どん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 エネルギー通して幸せに戻しなさいと。
人によっては背骨のとことか冷たい感じとか、なんかこう、今まで体験したことがない、冷たいんだかよくわかんないってことになるかもしれませんが、気にしない。でも確実に整ってってるので、はい、背中のところちょっと違和感、いびつ感スキャンして、はい、形を意識を通して形を確認し、の、はい、確認したところ、はい、そこにどん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 エネルギーくださいと。お尻のところもぞもぞ痒くなったりするかもしれませんが、可能な限り気にしない。ですね、背骨、はい、胸椎ですね。で、グリグリと動かしの、歩道筋の硬さを確認しの、伸ばしの、してまた普通のモードを戻してみてください。はい、股関節でのクリアリング、冷たい感じ強くなるかもしれませんが、気にしない。人によっては部分的に暖かくなり始めているところが出てくると思いますが、徐々に。はい、縦軸を意識しの、首の上の方で違和感感じている方は、もうよりほどきの、任せの、はい、太もももまた再びだるくなるかもしれませんが、気にしない。はい、どん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 エネルギー通してくださいと。
でも歩道機の苦しくなる方いるかもしれないですね。まあ、気にせずにどちらにしても一時的な反応なので、はい、苦しくなったところに意識を通し、はい、そこにもガン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 やってくださいと。胸椎の下の方のなんだか苦しい感じ、詰まってる感じがすごい。とても動かしてみて、はい、硬いところにエネルギーどんどん通してくださいと。右側半分ぐーっと痛くなる感じがするかもしれないので気にしない。はい、特にうなじ上の方ですね、はい、どん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 脱力しの緩めの歩道計の命令しの あと10分ですね。鼻の上の方をまたぐーっと違和感出てくるかもしれません。気にしない。はい、横隔膜のところでぐーっと重たい感じになっても気にせずに、はい、夜歩道筋、
はい、奥の方までガンガンやってください。ああ、人によってはちょっとこれ気分悪くなるかもしれないですね。ずーっとこう、思ったらずーずーずーというか。どん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 クレンジングしてくださいと。はい、胆のうの周辺ですね、横隔膜の中心よりやや右側のところで違和感とかあるかもしれませんが、お気にしないよ、よりほど気に。はい、お尻のとこまた冷たい熱い感じで出てくるかもしれませんが、もう認識するだけ手放しの。あと5分ですね。あ、これ1時間で終わんないですね。結構深いとこやってるから。はい、どん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 やってくださいと。
違和感のあるところ、はい、ドアーッと意識を通し、あと3分ですね。これはですね、ガンガン再生するのを勧めます。これ、終わらないですね。1時間でまだこれ、まだ行こうと思っていけると思いますけど、終わらないです。ガンガン再生しちゃって、反応がなくなるまでガンガンやったら相当クリーンになると思います。もう完全に位置の違いとかやってますね、いつもよりも。なので、とりあえず、まあ、このまま、そのままゆっくりいっちゃうか、これじわじわ系でもぐりぐり奥の方からやってる系なんで、ガンガン再生することをお勧めしますということで、でこれはですね、全部で9つのものをやるんですが、でこれはまあとりあえずお尻さんも第1弾ということで、あとは8つ残ってるんで、まあ、アイシスはやりましたけど、でもう一遍アイシスやってみると、でこれも多分シリーズで、これ9つで全部のパッケージのはずなん で、パッケージ9つになった時にどういうことになっちゃうかっていうのは、アセンションするかもしれませんけど、わかりません。とにかく、やってみないとわかんないので。ということで、ガンガン再生することをお勧めしますということで、感想も送ってくださいね。よろしくお願いします。